ハリー・ソルターは、アメリカ合衆国の映画監督、脚本家、俳優である。本名ハリー・ルイス・ソルター、クレジットには、ハリー・エル・ソルター、H.L. ソルターとされることもあった。1873年11月19日、アメリカ合衆国のメリーランド州ボルチモアに生まれる。1908年、アメリカン・ミュート・スコープ・バイオグラフに俳優として入社。 ウォーレス・マッカッチョン監督の短編映画 a フェ m e r エスケープに主演して D.W. グリフィスと共演し同年グリフィスが監督したバルクット・アット・ザ・オルター等に出演する同年8月30日フローレンス・ローレンスと結婚する1909年にはラブズ・ストラタジェムを監督して監督業にも進出する1912年妻と共に独立し ニュージャージー州フォートリーにビクタースタジオを設立、短編映画を量産し、妻を主演とした映画を監督する。翌1913年には同社をカール・レムリに売却し、レムリが数社を結集して設立した新会社、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーに、妻ともども入社、引き続きビクタースタジオで妻の主演作を量産する。同年。 俳優業から引退し、監督業に専念する。1917年から1918年、同社の子会社、ブルーバード映画で、谷間の百合、力、磯打つ波を監督、いずれも、日本でも公開された。1920年3月2日、テキサス州エルパソで、脳梗塞により死去した。四46歳没。生誕の地、ボルチモアのボルチモア墓地に眠る。 特筆のないものは監督作である。ありがとうございます。